はい、シャーボクゲームでございます。高原生売りアプリ動画の方をやっていきましょう。ということで今回はかなりね要望のあったこちらのね今、動画にもある通りトラップするというね技をご紹介していきたいと思います。まあ、これ何かというとですねパスが来てですねその勢いを殺さずに反転してそのままね、トラップせずにね、進んでいくと、でも相手の不意をつけるといった技でね、まあ、これ特にやり方を教えてくださいという方ねたくさんいたので、まあ、昨日の夜ですね、かなり研究しましたやり方ですね。で一応そのやり方も判明したので、今回ご紹介していければと思います。こんな感じでトラップスルーで反転してシュートも打てますからね。そして今回ですねクラシックとアドバンス両方のやり方で、確認取れたので、ね、ご紹介していきたいと思います。やり方がですねパスをもらう際に右画面長押しそして左スティックをですねトラップスルーするっておかしいんですけどトラップスルーをする方向へね倒してあげると、はい、だからまあ右スティック長押しプラス左スティックを、まあ、背面側ねパスの受け手の背中の方に倒してあげるとですねトラップスルー発動します。ただですねこのトラップスルー、この技ですね長い時間試したんですけど 100% ね確定で発動するっていうわけではなさそうです。今回ねご紹介したコマンドを入力したからといって、全てがねトラップスルーとかになるわけではなくてちょっとねトラップを流す動きというかねタッチしてねこうインサイドでタッチして回転というか前向くみたいな動作も、たまに入ったりするのでね、そうだからまあトラップスルーこれ確定で発動するっていうことはできないんですけど今さっきご紹介したコマンドであれば、発動することは可能なのでねぜひやってみてください。そしてこのトラップスルーですね、なんか選手によってスキル持ってないとねこのスキル持ってないとトラップスルーできないのかっていうね、質問に対してなんですけどこのようにねセンターバック、まあ、ファンダイクとかね、普通にボールコントロールがそんなに高くない選手でスキルとかも特に必要ないのでどの選手でも、先ほどのコマンドで使用可能です。最初はですね軸裏ターンとかヒールトリックなどねスキルが、まあ、必要なのかなっていうねのも考えたんですけどセンターバックとかねそのねスキル多く持ってない、まあ、攻撃系の選手でもできたのでおそらくコマンドさえしっかりすればですねどの選手でも使用可能です。でもう一つポイントなんですけどこの右画面長押しと左スティックをですね、まあ、選手の背面の方に倒してあげると、まあ、ボールがね来てる方向からね、トラップスルーしたい方向へ倒すみたいな感じなんですけど、これタイミングがですねボールをもらう、まあ、半分ぐらいボールがね、来たぐらいでやってあげるとねちょっとやりやすいかな。最初からねボール出した瞬間に右画面長押し左スティック倒すみたいなことすると、まあ、ちょっとね違うことになる可能性もあるんでボールが移動してきて、まあ、ちょっと自分とこ、受け手の選手のとこ来るぐらいに、まあ、そのコマンドね入力していただければベストかなと思います。ただですねさっき言ったようにコマンドをねこれしっかり入力したからといって 100% ねトラップスルーが発動するわけではないのでねそこはご注意ください。そしてお次がですねクラシックでのトラップスルーのやり方ですね。ただここねアドバンスとほぼほぼやり方同じなのでね、ただこちらの方がボタンあるから分かりやすいかな。このようにボールを受ける前にですね、まあ、ボールの移動中のところでダッシュボタンそして左スティックを、ボールのね、まあ、選手受けての背面の方に倒していただくとトラップスルーが可能と、まあ、だからこれねアドバンスでもクラシックでもね今回両方でやり方をご紹介させていただきました。このトラップスルーをする際にはね、まあ、選手の周りをまとってるあの円のやつですね、それが緑色の状態であるっていうのはまず必須なのでね、ぜひよろしくお願いします。そしてトラップスルーの使い方なんですけど、まあ、イメージとしてはやはりね、今みたいに、まあ、縦パス入って、センターバックをね、まあ、ボールフレームでそのままかわして、まあ、シュートっていう形に持っていけば、強いかな。スピードとか瞬発系がある選手はね、特にトラップスルー使いやすいかなと思います。長い距離のパスというよりは、まあ、短い距離でね、まあ、ジャックパスみたいな感じでパスしてトラップスルーっていうのはすごくしやすいと思います。そうだからね、この感じで、まあ、すごいトラップスルーした後にシュート。本当にさっき言ったように長いパスよりはもう短いパス、ちょっと短いパスだとやりやすいです。まあ、こういうところメッシにね、この短い距離感で。で、相手もね、引っ掛けやすいですね。短い距離感だと特に。そして最後のポイントとしてですね、まあ、角度のないね、パスの方がトラップスルーやっぱしやすいですかね。まあ、コマンド入力のところもありますし、
もちろんね、こんな感じで斜めのパスとかもできるんですけど、やっぱサイドバックからね、サイドハーフ、まあ、ウイングの選手の縦パスとかイメージ、ここアスピリクエタからネイマールに出すと思うんですけど、こういうパスの時特にやりやすいね。角度がもう本当に縦一本みたいな感じということで、ぜひですね皆さん、トラップスルーですね、ガンガン使ってみてください。ということで今回はですね、要望の多かったトラップスルーご紹介させていただきました。またですね、何かわからないこともなどもあればコメント欄の方でよろしくお願いします。最後にね、これ確定 100% で出るわけではないのでね、ご注意ください。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプー。